名越しユーザーベース、ワークインワンで1100円、安い図書館かい、図書館かよ、江上温泉浴場、日本酒館ですね。テキーラみたいにワンショットで飲んでるんですけど、本当にやばいって言うんや。くどける日本酒を教えていただきたい。皆さんこんにちは、しげさんです。今日はですね、越後湯沢で2拠点生活をする私池さんがおすすめする越後湯沢日帰りワーケーション最強ルーティーンということで、ここでね、日帰りワーケーションする際のベストルーティーンを僕がねご紹介しようと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず駅に着いたら、最初お仕事をしたいと思いますので、僕が利用しているコワーキングスペースをね皆さんにご紹介したいと思います。では一緒に行ってみましょう。到着しました、きらぼしユーザーベース。ここがですね、僕がこの湯沢に拠点生活している間に利用させてもらっているコワーキングスペース、きらぼしユーザーベース紹介したいと思います。 Here we go。 さあ、こちらがきらぼしのエントランス。もともと保育園だった施設をリノベーションしてコワーキングスペースにしているので、実はね、まだまだ保育園時代の名残がいろいろと残っている可愛いスペースです。この奥が僕たちが利用させてもらっているコワーキングエリアですね。9時から18時まで利用できます。はい、行ってみましょう。頼もう。はい、こちらがですね、天然パーマ池さんと、そして妻がですね、毎日利用させてもらってますコワーキングスペース、きらぼしベースでございます。今日もね、何人か皆さん働いていらっしゃいます。では早速、ここのボスオーナーのあやさんですね、ちょっとインタビューしたいと思います。さあ、じゃあ、オーナーのあやさんにいろいろお聞きしてみたいと思います。こんにちは。さあ、僕らはね、毎日利用させてもらってますきらぼしですけど、基本ここはドロップインの利用も OK。 OK だから、もう1日だけとか、うん、本当に、駅に、来てやることないなっていう時に暇つぶしに来てもらっても OK。 ドロップインワンデーはおいくらになりますか？ドロップインワンデーは1100円。安い安い。9時から6時の間にチェックインをしてくれたら、はい、平日だったら、何時まででもいて OK、ただし、自分でちゃんと消灯としてね。エンドは結構フレキシブルに使っていいのね。そうですね、やっぱ仕事終わんないとか、キワキワの時間までなんかミーティングが入ってとか、いろいろやっぱり事情があると思うので。なるほど、はい、非常に融通が効くコワーキングスペースです。それから月決めでも利用できるんでしょ？月額だと、月額だと、はい、湯沢町民は3300円。安いで、町外の人は6600円。それでも安いで、それでコーヒーも飲み放題。コーヒー飲み放題、おしゃべりし放題。おしゃべりし放題、ね、ご飯も食べ放題。ご飯も食べ放題。よくある首都圏のコワーキングとかだと、うん、なんかご飯は食べちゃダメとか、はい、飲み物ぐらいは OK だけど、お菓子ボリボリやってたらダメとか、そうですね、なんかちょっとやりにくかったりするじゃないですか。あと、こういう大きな部屋だと、実はおしゃべりしないでくださいっていうルールのコワーキングも結構多かったりするので、はいはい、図書館かよ。図書館かよ。その辺ここは結構自由に。そうですね、だからもともとその町と人との交流拠点ということで、コンセプトで、そう、そういうコンセプトでやっているから、ここに来てそのワーケーションの人が、あの地域の中に住んでる人と一緒におしゃべりしてもらうのもいいし、はいはいはい、そうね、実はね、そういうところなの。ここ交流がね、すごく作りやすいコワーキングでもあるので、なんかユーザーに興味のある人はね、いろんなお話を聞けると思うので、そういった意味でも、面白い場所だと思います。さらに、2階には個室もあるんですよね。そうですね。個室も1時間単位で利用できるんですか？そうですね、1時間単位で利用できます。はい、なので、それぞれ使いたい、目的の場所を選んで利用できるっていう、もっと保育園なので、部屋は豊富。それから、実は、ここの、もう一つの修行務でもある、実は移住者定住者の職業紹介というか、お仕事紹介
っていうのもやられてるんですよね。そうですね、うん、湯沢とかあと南魚沼とか、まああと十日町とか津南とか近隣のエリア、うん、あの今お仕事の紹介をやってるので、はい、まあとかあとはその副業兼業とか、うん、まあそういうことの紹介ももちろんやってたりもするので、はい、うん、なんかもうこっちに移り住んじゃおうかなっていう人だったり、まずはその関係人口からっていうところでなんかその副業の案件ないかなみたいな人だったり、はい、うん、まあ、相談してもらえれば、うん、あの今自分はこういうことやっててこういうことやりたくて、うん、でこういうライフスタイルを送りたくて、送れたくてっていうことで相談してもらえれば、うん、まあ、それに合った仕事をあの見つけてご紹介するっていうこともできるので、うん、そういうことをあやさんに相談もできるのね。恋愛の相談もできんの？それは無理だじゃあ、こっち湯沢とか、それからこのエリア、南魚沼、十日町っていうそういうエリアに移住してみたいなとか、まあ僕たちみたいに、二拠点生活してみたいなとかって思ってる人は、まず一旦伊藤さんに、相談をすると、何かしら答えを導き出してくれるかもしれない。ちなみに、まあ、このエリアで今、求められているビジネススキルって例えばどういう人たちが求められたりしてますか？そうですね、やっぱりその IT 系に強い人が全然いないので、はい、なので、まあ、エンジニアの人、うん、ウェブもフロントサイドでもバックエンドでも、はい、まあ、インフラでも、まあ、そういうウェブ系のエンジニアさんだとか、うんうん、あとはやっぱりこの辺観光の街なので、うん、まあ、みんないろいろ SNS の情報発信とかしてたりするので、はい、あと SNS の運用者だったり、ああなるほどね、うん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 、あとはまあブログライターとか、うん、まあ、そういう人なんかがいるとあのいろいろ案件を作れるんじゃないかなって。なるほど、今そういう職業やそういうスキルがこの辺で求められていると。そうです、ね、興味のある方はぜひきらぼしに、お問い合わせいただけると何かしらヒントチャンスがあるかもしれないんでね、まずはきらぼしに相談してみてください。 LINE で簡単にあの相談できますのでいうことですので、ただのコワーキングスペースではありません。こちらに住みたいっていうね希望のある人たちには、まあ、住まいのご相談もできるし、お仕事のご相談もできるそうなので、とりあえずユーザーに来たら、まあ、何はともあれ、きらぼし寄ったらいいわ。そこから始まるユーザーライフ。というわけで、僕が利用させてもらってます、きらぼしユーザーベース、ワーキングスペースですね、の伊藤洋さんでした。どうもありがとう。どんどん話しかけてください。わーい。お願いします。そして、壁側にはコーナーのデスクがあります。僕のいつものポジションは角です。角スペースを占領しているのが私ですけども、実はなぜここが好きかっていうと、こう窓からね、もう随分雪解け進みましたが、毎日こう雪山をね、真っ白だった雪山を眺めながらお仕事ができる、そんなスペースが僕のおすすめスポットですね。それでは利用者インタビュー行ってみたいと思います。まずは妻、我々ここ毎日のように使わせてもらってますけど、はい、あなたにとってここのおすすめスポット、おすすめポイントなんですか？おすすめポイントは何だろうな。ラインかーい。あった、はい、キッチンカー。キッチンカーが毎週金曜日来てましたね。で、一食400円と激安で、激うまなキッチンカーが来る。そう。なるほど。奥様はい。はい。きらぼしのおすすめポイント一つご紹介ください。きらぼしのおすすめポイントは、このペレットストーブです。ああ、私も大好き。家はあったかくって、うん。もう、ここにずっといたくなっちゃいます。ですよね。居心地がいいです。雪国ならではのペレットストーブが、奥様大好き、はい、なるほど、ありがとうございます。ではその後ろにいるホームレスのお兄ちゃんですね。今はホームレスですが、お部屋も探し中ということで、その辺も今伊藤さんにご相談されている。そうですね、なるほど。部屋数の多いお家を、予算低めで、なるほど、はい、そういうのも気軽に相談できると。相談しています。はい、はい、でなんだっけ、アダルトサイトを作ってるって言ったっけ。それのセキュリティ面を担当しているとね、すぐ漏洩しちゃうからね、アダルトサイトってね。こういうプログラマーの方もいらっしゃるので、いろいろとご相談、仕事の相談もできますと。さあ、そして、ハンモックおじさんですけども。さあ、きらぼしのおすすめポイント一つ教えてください。おすすめポイントは、私が不定期に開くですね、今日は何々ナイトというですね、はい、みんなで飲むっていう、それだけ。そうですね。一人寂しい夜を過ごしたくないからすぐ企画する人ですよね。そうです、そうです。まさに。
ここ、きら星の、おすすめポイントを教えてください。そうですね。僕は、出会い重視で。そうですね。いろんな人たちに出会えるのも、ここの魅力の一つかもしれないですね。今日初めてご利用されたと思うんですが、はい、今日はどちらからいらしたんですか？今日は新潟市から来ました。湯沢に。そうですね。ワーケーションされに来たんですか？はい。今日ワーケーションできました。なるほど。どうですか使ってみて。そうですね。普段、家でお仕事することが多かったので、はい、非常に気分転換になりますので、自然がこう、見ながら仕事できるので、はかどりますね。ぜひ楽しんでいってください。ありがとうございます。はい、というわけで、池さんが利用してます、コワーキングスペース、きら星ベースをご紹介しました。でですね、この後、だいたい、日帰り最強ワーケーションルーティン、お仕事が終わったら、やはり湯沢なので、温泉入りたいですよね。そこで、僕がいつも、利用している日帰り温泉をこの後ご紹介したいと思います。行ってみましょう。さあ、湯沢の駅前に戻ってきました。最後ね、ご紹介するのはこちらです。江上温泉浴場。湯沢の日帰りワーケーションルーティーン、最後にお勧めするのはやっぱり温泉ですね。行ってみましょう。てってれー。さあ、この温泉の管理人です。カンタ君です。よろしくお願いします。カンタ君、僕のお友達でもあるので、ちょっと今日はね、軽くお話を聞きたいと思います。管理人さん、カンタ君、この江上温泉の特徴って何ですか？おすすめポイント？体が温まる。めちゃくちゃ温まるんです、この温泉、本当に。低温が熱いのもあるんですけど、うん、まあ、そうではなくて、多分温泉の泉質ならではの、うん、ものすごい湯上がり。ポッカポカね。なんでスノーボードとかに来られた人たちたくさん ね、温まってから帰られるのでたくさんね利用されていると思いますが、町の人たちもたくさん使われている温泉なんだよね。そうですね。基本的には冬以外は、うん、町の人がほとんど。というわけでおすすめ、池さんのおすすめルーティーンとしてもですね、コワーキングで働いた後最後ここで江上温泉に入って、汗流して帰るっていうのをおすすめしてます。でですね、実は管理人さんでもあるカンタ君も移住者なんですよね。どちらからユーザーに来られたんですか？福井から。福井からここ湯沢へ、移住されて、そしてすごく古くからある江上温泉の、管理人さんをね今勤められていらっしゃる。そんなカンタ君から見た湯沢の魅力って何ですか？そうですね、来て正直思った、温泉にというか、うん、風呂に入るのすごい優しい街だな。例えば江上温泉の入浴料が400円。そうなのよ、安いの。ここはで、あと町営のお風呂も5つあって、うんうん、でそれも年間パスみたいなのを買うと、うん、月2000円で入る。めっちゃ安い。町民だと2000円。町民じゃなくても年間パスを買えば。そんな安いの？あ、年間パス買うと今4000円なんで、すごい1ヶ月2000円で入りたい放題になると。移住者であるカンタ君のおすすめ、温泉に優しい町湯沢なんですね。さあ、では早速その江上温泉今日もね入らせてもらいたいと思います。 Here we go。 ここ江上温泉入湯料めっちゃ安い。大人400円、子供200円、未就学児は無料。大人券を1枚買います。アメニティもね豊富に用意してくれているので、完全に手ぶらで入りに来ることができます。それでは入浴券お願いします。僕に、レンタルバスタオルをお願いします。レンタルバスタオル、じゃあ行ってきます。はい、今日は特別に許可を得てお風呂の中をね紹介したいと思います。入りまーす。貸し切りー。カンタ君、今日俺一番風呂？はい、一番風呂。ラッキー。一番風呂ってことは、お湯がフレッシュ。そうですね。入れ替えたばっかり。入れ替えたばっかりで。俺どんだけラッキーなんだ。ってことは、フレッシュなお湯だし、効能もとっても効く。そうですね。新しいお湯が。そうですね。はい。ラッキー。入らせていただきます。それでは一番風呂、入りまーす。てってれー。天井から光が差し込んで広い浴室です。早速温まりたいと思います。
江上温泉、すごくね、評判通りお湯熱くて、すごく温まります。この湯沢の日帰りワーケーション、お仕事した後に、ここでゆっくりお湯に浸かって体を温めてから帰るっていうルーティーンが組めます。江上温泉おすすめなので、ぜひ来てください。あー、マジでいいお湯でした。カンタ君、どうもありがとう。はい、また来ます。じゃあねー。さ、JR 越後湯沢駅に戻ってきました。越後湯沢日帰りワーケーション最強ルーティーン、最後ですね、駅中にあるお店を紹介したいと思います。行ってみましょう。 Here we go。 さあ到着しました。本酒館ですね。越後湯沢駅といえば非常に有名、聞き酒ができる本酒館です。もうすでに入り口には泥酔したサラリーマンが約2名、日本酒でやられちゃってますけども、今日はですねこちらを皆さんにご紹介したいと思いますので行ってみましょう。こんにちは。今日ご案内いただく本酒館の山田さんです。よろしくお願いします。まずここのシステム教えてもらっていいですか。はい、まず500円でコインを5枚購入していただけると、はい、おチョコで最大5杯までの利き酒体験ができるようになっております。最大5杯も飲めちゃうんですね。そこそこ泥酔しますね、場合によっては。じゃあ美味しいのをねチョイスして、はい、あの聞き酒をしてここで楽しんで、はい、で新幹線に乗って帰ると、はい、でね、早速じゃあ聞き酒をさせてもらいたいと思います、はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。まずは本酒館がおすすめしている、はい、ランキングをちょっとご紹介いただいてもいいですか。こちら看板なんですが、はい、左側が年間ランキング、はい、で右側が2月の人気ランキングになります。なるほど、はい、じゃあもうここでは圧倒的に上善水のごとし湯沢のお酒ですよね。はい、限定、あの湯沢完全限定なので。なるほど、はい、やっぱり一番人気は上善水のごとし、はい、やっぱり、はい、あの他では売ってないものなので、やっぱりお客様は飲んでいただいておりますね、うん、なるほどですね。こちらはですね、あのウェブサイトとかでもね、はい、あの毎月のランキングとかをチェックできるので、はい、お好きなのを先に調べてから飲みに来てもいいと思います。ですが今日はせっかくなので、はいはい、山田さんのオリジナルセレクトベスト3をね僕は試してみたいと思いますので、ここには載ってなかった中から、はい、おすすめのベスト3教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。メダルとおチョコですね、これをもらって、はい、こちらのマシーンの方に参ります。一体ここは何種類の日本酒を利き酒できるんですか。はい、こちらでは129銘柄ご案内します。129銘柄、はい、ちなみに、はい、全部制覇した人っていらっしゃるんですか。結構いらっしゃいます。そうなんですね。129種類ですよね、全制覇。はい、じゃあ僕は今日はその中から3つをね挑戦したいと思います、はい、まず山田さんがおすすめする第3位お願いします、はい、やっぱり湯沢、はい、塩沢南魚沼エリアで飲んでいただく定番だったらこちら隠れですね。ジェレン、僕が一番好きな、はい、日本酒も、ここの日本酒も隠れなんです、はい、早速、はい、1杯目のおすすめは隠れ、はい、青木酒造さん。そうですね、純米吟醸になりますが、はい、やや甘口やや濃厚ということで、それじゃあねどうやって試飲するか皆さんにご紹介しますね。ではまず、はい、ここのくぼみにおチョコを置いていただいて、ガッチャン、ここのくぼみに合わせてチョコ置きます、はい、これからコインを指定枚数ですね。これは1枚なので1枚入れていただいて、はい、1枚入れます。はい、入れました、はい、では今度は黄色のボタンを押してください。ポチッとな、はい、するとトク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 、おっとっとのラインまで入れてくれるんですね、はい、さあ隠れです。で山田さん、はい、あどうぞ、まあ、僕も大好きなからですね、聞き酒していきたいと思います。グルメリポーターじゃないんでそんなうまいこと言えないんですけどすごい甘口で、あの飲みやすい。青木さんはうま口、あ、淡でうま口を目指しているので、うんうん、味わいの深いあの酒ですね。なるほどですね、グビグビいけちゃうやつなんで、やばい、気をつけないと本当にやばいって言うんですね何回かね壊されてますね、はい、でも美味しいので大好きなやつですね、はい、ありがとうございます。第3位は隠れでした。では第2位、はい、お願いします。はい、はい、
じゃあですね、ちょっと変わったところという前に、はい、こちらやっぱり定番ですね、うちの定番。第2位にご案内させていただきます。はい、腰のつる、はい、プレミアム。それではおすすめの2杯目、はい、腰のつるプレミアムですね。行ってみましょう。ポチッとな。おっと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 。入りました。さて、この早いペースでもう2杯目ですけど大丈夫でしょうか。いや、全然大丈夫ですかね。では早速、腰のつるプレミアム行ってみたいと思います。さっきのより濃厚、濃いですかね、味がね。そうですね、うん、作りにもこだわって、はい、蔵も冷蔵庫化してるんですよ。もう管理をします。なるほど、はい、徹底的に管理しますところで、うん、はい、これはもう本当、温度管理も本当に気を配ったものなので。なるほどですね、すごく、丁寧に作られているお酒の一つということでしょうかね、はい、これもまたすごく飲みやすくて、後味もすっきりしてて美味しいですね。なんつったってプレミアムですから。わ、美味しかったです。これありがとうございます。これもちょっとグビグビいけちゃいますね。これもヤバい系ですね。ヤバい系ですね。お気をつけください。帰りの新幹線がね、もうヘベレケになっちゃうことがあるかもしれないので、くれぐれもご注意ということで。それでは最後ね、栄えある山田さんのおすすめ第1位をご紹介、はい、ぜひお願いしたいと思います。じゃあ、はい、こちらですね、こちら N888。え？ N888、 銀河鉄道39みたいな名前ですけども。そうですね。飲んでいただけると分かるんですが、もう特徴、もう個性あふれるお酒ですね。なるほど。名前がそもそも個性たっぷりですよね。日本酒で N888、 はい、ちょっと変わったネーミングではあるんですが、はい、味も変わってます。あ、面白い。試乗回数が888回目で理想の酒に一番近かったということで、それがネーミングで作ったのが1200回チャレンジして、はい、やっとここまで来れたっていう。ああ、もう試行錯誤されてたどり着いた日本酒、はい、N888。 それでは行ってみたいと思います。トク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 。僕さっきからテキーラみたいにワンショットで飲んでるんですけど、これ飲み方として間違ってないですか？間違ってはいないですけど、はい、まあゆっくり飲んでる。そうですよね。ついついね、パーティー感覚で飲んでしまったんですけど、はい、ちょっと味わって飲んだ方がいいですよね。これね、888、味わっていただきたいと思います。全然違う。はい、全く違います。全然違う。え？あ、ちょっとね、上手に説明できない自分が悔しいんですが、これはやっぱり酸、はい、酸というか、まあ、酸っぱい酸でも、そうですね、ただ嫌味のある酸っぱさではないんですよ、うんうんうん、ただこれは食事と合わせられるような食中酒を目的にして作られています。はい、はい、それでやっぱりお肉、鶏肉とか、うん、チーズとか食べながら飲んでいただくにはぴったりの酒。あ、これね、チーズにすごく合う気がします。酸味がちょっとありますよね。はい、とってもフルーティーでもあり、ちょっとピリッとしたね、酸っぱさがあって、これもまた飲みやすくて、飲みやすいですね、うん、はい、やっぱり N っていうのはこれ永井さん作った人が永井さんが888回目に飲み出したお酒 N888。 すごく人にもおすすめしやすい、あんまり日本酒飲んだことないですっていう人にもちょっと取っかかりやすい味じゃないかなと思いました。ね、はい、ただこれは問題があって。何ですか？販売してないんですよ。え、ここでしか飲めない？あ、これ飲食店さん専用なので、業務店、はい、なるほど、居酒屋さんとか飲み屋さんに、はい、行っていただいて飲んでいただくってことです。なるほど、はい、これはじゃあ飲み屋さんだけでしか飲めないんで、はい、一般販売小売店はもう本当に今ないんです、ね、ですって。でここに来れば試飲はできると。はい、あとはメーカーさんのホームページに、はい、取扱店がありますので、なるほど、そこでその飲食店行かないと飲めないっていうことなんですね。はい、すごい。そしたらまずここでお試しがいただけるので、ぜひ、いろいろおすすめあるんですけども、山田さんのおすすめ、はい、N888、 僕もおすすめです。これめちゃくちゃ美味しくて飲みやすかったです。というわけで、山田さんのベスト3をですね、はい、ご紹介いただいたんですけども、はい、僕から一つねリクエストがあるんです。はい、どうぞ。はい、越後湯沢といえばね、まあ、スキー、スノーボードでたくさんの若い子たちやってくるわけですよ。はい、するとお目当ての女の子を連れてきたりとか、はたまたスキー場でね仲良くなった女の子とかと
こう駅まで来ることがあるかと思うんですけども、その時に最後口説ける日本酒を教えていただきたい。はい、ではどうぞ。女性がねほろっとしてしまうような、はい、そんなお酒を。実はこの一時ってお酒ですね。一時、またおしゃれなネーミングのお酒ですね。名前が一時だったね。一時だけ、この瞬間だけに、はい、だけにみたいな。それでは早速試飲してみたいと思いますよ。じゃん。女の子を口説くのにおすすめの日本酒、一時。一時？あったあった。さあそれでは早速いただきたいと思います。ヨーグルトみたい。そうなんですよ。ヨーグルトみたい。甘くてちょっと酸味もあって、いやこれやばい、ジュースみたいに飲めちゃいますね。あ、これは口説けるやつですわ。ぜひぜひ口説いてください。いや本当に、なんだろう、本当ヨーグルトみたいなね、最初の第一印象、お酒じゃないみたいですね。そうですね、うん、もう最初に口に入った瞬間もう甘酸っぱいヨーグルト、うんうん、ふわーって口の中で広がるので、女の子もちょっとねふわーってするかな。してほしいですね。いやこれは私まだ日本酒とかあんまり飲めないのっていうような可愛い子ちゃんたちには、これジュースみたいだからちょっと飲んでみなよみたいな感覚でおすすめできる、はい、ぜひ、はい、うん、あの今天然パーマのチャンネルを見てる人たち、はい、みんなメモしてますので、ね、ぜひぜひ女子におすすめしてみてください。というわけで今日は4種類のねお酒をご紹介いただきました。いろんなものが楽しめる、ポン酒館ですけども、越後湯沢駅の雁木通りの一番奥になるんですかね、はい、なので最後帰り、越後湯沢駅来たら立ち寄ってテイスティングしてから、お土産を買って帰られるといいと思います。池さんのおすすめ湯沢ルーティーン、ポン酒館でした、はい、山田さん今日はご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひ来てください。お待ちしてます。ありがとうございます。さあ、ポン酒館で、日本酒飲んでほろ酔い気分になったところで、ここ越後湯沢駅から新幹線に乗って70分で東京駅に帰れます。さあ今回紹介しました越後湯沢日帰りワーケーション最強ルーティーンですけども、ぜひ越後湯沢でのワーケーションお試しください。ではまた、バイ。 Dude, that father is 10 年permed